このスバ。めぐみ、その猫どうしたの？迷惑はかけないと思うのですが、名前はチョムスケです。にゃー。名前は置いといて、ここで飼うってことか？裁判のせいで生活が厳しいってのに。佐藤一馬、佐藤一馬はいるか？ほら来た。この巣場。セナが言うには、メグミンが打ちまくった爆裂魔法のせいで、冬眠中のジャイアントトードが目を覚ましたらしい。それで、俺たちはその後始末に呼ばれたわけだが。アクアを助けてあげてください。すでに爆裂魔法を放った私は何もできませんから。セナさんが手伝ってくれたりとかは？私はあなたたちの監視をしているだけなので手伝うことはありません。ですよね。仕方ないか。うちのパーティーにはダクネスという固い壁役がいるのに、効果的に遠距離攻撃をできる者がいない。そこで俺は新たなスキルを習得した。運が強いほどに命中率が増す。そのスキルの名は、狙撃機。全然効いちゃいねえ。4匹か。まずい。セナさんを入れてもおとりが足りない。おとりって私を。カズマ、今のうちにカエルを仕留め。うわあ、アクアだね。こんな時に踊りを喜んでやるダクネスがいれば。すみません、私も捕食されたようで、私を助けてはもらえないでしょう。プク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 。お前ら
話せば。誰だか知らないけど、さっきは助けてくれてありがとな。助けたわけじゃないですから。ライバルがカエルなんかにやられたりしたら私の立場がないから。ライバル？はてどちら様でしょう。大体名前も名乗らないなんておかしいじゃないですか。以前カズマが言っていたオレオレなんとかってやつですかね。わかったわよ。知らない人の前で恥ずかしいけど、我が名はユンユン。アークウィザードにして上級魔法を操る者。やがては高魔族の王者となる者。トマ、彼女はユンユン、高魔族の王者の娘で私の自称ライバルです。覚えてるじゃない、ひどい。でもそれでこそ私のライバル。私と勝負よ。嫌ですよ、寒いですし。え、なんで？お願いよ、勝負してよ。はあ、しょうがないですね。私は今日はもう魔法が使えません。なので勝負はあなたが得意だった体術でどうですか。わかった、体術勝負でいいわ。よろしい、ではどこからでもかかってきなさい。体格的にはユンユンに軍配が上がりそうだ。メグミンはお世辞にも体術が得意とは思えないが。メグミンの体なんだかテラテラしてるままなんだけど。気づいてしまいましたか。この全身ねっちょりは全てカエルのお腹の中の分泌物です。さあ近づいた瞬間に思い切り抱きついてそのまま寝技に持ち込んであげますよ。嘘でしょ。私の繊維をくじいて降参させようって作戦なのよね。私たち友達ですよね。友達というものは苦難も分かち合うものだと思います。ねえ、ねめ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 。降参、降参するから離して。逃がしませんよ。さあ一緒にヌルヌルになりましょう。
友達に対して気持ち悪いなんてひどいじゃないですか。気持ち悪いと思わなくなるまで抱きついてあげますよ。ほらほら、ぬる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 。やめやめて、私の負けでいいから。今日も勝ち。